障害者、障害者、障害者、ハンディキャプテは、心身の障害の発露により生活に制限を受けるもの。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む、軽度の障害で制約を受けるものも、同様に分類されるが、本校は、下記の内容を中心に説明する。 和訳に際し、不可逆的な状態を指すディスアビリティの訳語である、障害の字が当てられる状態と、精神障害のディスオーダーの訳語である障害は、異なる。出版の、脳性麻痺看護ガイドは、以下のように述べている。1975年、国際連合は、身体障害、及び精神障害に対する、障害者の権利宣言、を決議した。同宣言は、 障害者という言葉は先天的か否かに関わらず身体的または精神的能力の欠如のために普通の個人または社会生活に必要なことを自分自身で完全または部分的に行うことができない人のことを意味すると述べている。1992年平成4年6月12日に 日本が批准した障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約第159項障害者基本法第2条障害者身体障害者福祉法第4条身体障害者別表に視力障害、聴覚または平行機能の障害、音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害、死体不自由、重篤な心臓、 腎臓呼吸器機能の障害がある。精神保険及び精神障害者福祉に関する、法律第5条精神障害者、知的障害者福祉法知的障害者の記載なし。児童福祉法第4条第2項、障害児、障害者自立支援法の改正法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者総合支援法第4条、障害者第4条第二項、障害児発達障害者支援法、第二条、第二項発達障害者障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、第二条第一項、障害者。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、第二条第一項、障害者。聴覚障害や、 自閉症など特定の病状を障害と表現することに抵抗を抱く者は発達上の相違と捉えるべきことが社会によって不当に汚名を着せられていると主張する医学モデルとは障害を引き起こす者は病気、トラウマ、その他の健康状態を起因とする個人の問題をして扱い、専門家が個別に継続的な治療を施す考え方である。このモデルは 障害の管理とは、治療もしくは、ほとんど治療、または、効果的な治療へとつながる個人に対する調整や、行動の変更を目的としている。医療が本題で、政治的な意味で、統計解析が、ヘルスケアに関する政策へ改革を促すものになる。障害に対する社会モデルとは、障害の問題を社会的に発生したものと捉え、個人が社会へ、 全面的に適応する際の課題とみなす。このモデルは、障害は個人に帰する問題ではなく、様々な状態が絡み合った複雑さとして受け止め、多くは社会環境から発生していると考える。従って、この問題と向き合うには、社会活動が求められ、人々が障害者と社会生活全般の場面で共に生きられる環境を整備する。 社会全体の集団責任となる。この問題は文化とイデオロギー双方に関わり、また個人、共同体、そしてより広い社会の変化が必要になる。これらから現存や障害を持つ人々の機械平等は重要な人権問題となる。全世界、または国単位での障害者数割り出しには多くの問題がある。様々な障害者の定義があるにも関わらず、 人口統計学者らは世界人口に占める障害者の割合は非常に大きいと考えている。例えば2004年にフーは世界65億人のうちそれなりの程度かもしくは深刻な状態の障害を持つ人は1億人近いと推計した。障害を取り扱う専門家の中で広く行き渡った共通認識に障害は一般に先進国よりも発展途上国で多いある。 障害と貧困の関係は一種の悪循環にあり、双方が状況の悪化を招き合っている。アメリカ合衆国国政調査局によると、2004年に同国内の障害者数は18歳以上の大人で3200万人、18歳未満の子供で500万人がおり、障害までにはいかないが減損を抱える人々を加えると総数は100万人になる。 ベトナム戦争の帰還兵でも負傷して戻った15万人のうち少なくとも2万1000人が障害を抱えることになった。2001年以来、合衆国軍の関与行為が増え、その結果として軍人が障害を負うケースが非常に増加している。FOX ニュースによると増加率は25%、290万人の退役軍人が障害者である。 数年間にわたるアフガニスタン戦争によって100万人以上の身体障害者が生じた。アフガニスタンは障害者の数が非常に多いがおよそ8万人は地雷によって死死のどこかを失った。2008年3月24日に厚生労働省社会援護局障害保健福祉部企画課より発行された平成18年身体障害児者実態調査結果によると 在宅の全国の身体障害者数は348万3 0人と推計されている2006年7月1日現在。障害と貧困には様々な要因によってもたらされた結果として世界的に相関関係がある。これらには悪循環を形成する可能性がある。身体的な障壁は収入を得る行動を難しくさせ、 そのために治療機会や健康的な生活の維持を難しくしてしまう。障害児は1947年、昭和22年に成立した学校教育法に障害児の定義があり、重度障害児は就学を希望しても就学猶予、就学免除とされた。1979年、昭和54年に養護学校が義務化され、 地域の公立小中学校に通学する障害児も反対がなければ分離された。養護学校の設立当初は機能訓練が中心で、現在の養護学校とは様相が異なる。学校教育と精神科医療で障害者の分類が異なる。2001年、平成13年に文部科学省は障害児教育を特殊教育から特別支援教育に改めたが、 学校教育法上の法文は特殊教育から変更されなかった。2007年4月1日に学校教育法等の一部を改正する法律、平成18年6月21日法律第80号が施行され、それぞれ別個の学校種であった、盲学校、老学校、養護学校は特別支援学校に移行し、以後は校名を変更した学校と変更していない。 学校が混在している。法文上、特殊教育と記されていたものは、すべて、特別支援教育と記された。現在は統合教育と並行して、インクルージョン教育が推し進められている。障害者の雇用は、障害者の雇用の促進等に関する法律、障害者雇用促進法で、一定規模以上、二0 1三年時点で、常用労働者数五十人以上の、 事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき、法律上の義務を負う。障害者雇用、法定雇用の割合が、障害者雇用率、法定雇用率で、実際は障害者の就業が困難な職種もあり、業種ごとに除外率を定めているが、各職種を対象除外として、廃止予定である。障害者雇用促進法第44条、第45条は、 親会社が多数の障害者を雇用する目的で設立し、一定の要件を備えた子会社を障害者雇用率の算定で親会社の雇用とみなす制度を設けている。これが特例市会社制度である。2007年4月末、現在213社が特例市会社に認定されている。厚生労働省の障害者雇用調査2006年6月1日時点によれば、 従業員5000人以上の企業の平均雇用率は1.79%としている。難病患者にも特定求職者雇用開発助成金、障害者トライアル雇用事業、障害者雇用安定助成金等の就労支援を行っている。しかし障害者枠は適用されておらず、差異が残る。国際人権法に基づき2006年に国連総会で採択された。 外務省解約、障害者の権利に関する条約は、当事者に言及する際、や、ではなく、一貫して、の表現を用いている。これらの産後はどれも、障害と訳され、は、体の不自由なのわけになる。戦前は、不具者、不具排出者などと表記され、一般には、片輪者と呼ばれていた。学術用語として、1924年、 大正13年に刊行された日口調子の著書、欧米の特殊教育に、視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者の要例が確認される。新聞記事は、1917年、大正6年1月20日付の福岡日日新聞に、例えば、金と織物工場等は多少影響をこむる。矢に想像せられるもこれらの工場が、障害者を生ずることははだ少なきをもって、 1921年、大正10年12月17日付の大阪毎日新聞に、ゆえに、米国では、工場法によって、工場主は労働者に、賠償の方法を講じているが一時に、多数の障害者を出した場合等がの使用例が、確認される。障害者、障害者のいずれも、第二次世界大戦前の、こうした要例は禁章である。障害者及び、 障害者を意味する障害は1949年昭和24年に身体障害者福祉法が制定されてから一般に用いられ始めた。同法律は東洋漢字の使用制限で障害、障害、害のうち、害、害が使えなくなり、障害が採用された。害は、害の独自である。障害、障害はいずれも 東洋漢字制定前から同じ、触り、妨げを意味する熟語として、緩和辞典に掲載されていたが、現在の体の器官や能力に不十分な点があることは、後年に成立した。中には、差別用語差別用語の種類として表記されていたものもある。外の字が好ましくないとして、地方公共団体などが、障害者、障害児、障害者手帳と、 ひらがなと混ぜ書きにする変更している。自治体は、障害者を、障害者に表記を変えるだけで、福祉に配慮した地方公共団体、福祉に配慮のない地方公共団体という、安易な印象付つけ汚され、語彙に対する深い考察もなく変更してしまう。これについて、触り、ゃ字の字が入っていても良いのか、と言及されることがある。 この変更については批判も多く、との批判もある。議論されること自体が不快とする障害者もいる。障害者の表記、表現の変更は、賛否両論があるが、外の字を不快に感じる人が一人でもいるのであればの、観点で変更されてきた。2009年、平成21年12月の鳩山幸男内閣は、日本国政府が従来の、 障害者施策推進本部に変えて、障害者制度改革推進本部を設置し、同推進本部に設置されている障害者制度改革、推会議で、法文における表記を、障害から見直すことも協議されていたが、2012年、平成24年7月24日に党本部は、廃止された。佐賀県知事、古川康氏は、2010年、平成22年2月に、 混ぜ書きは好ましくないとして、推進本部と文化審議会に対して、害を常用漢字に追加し、障害者を採用すべきとした。これに対し、文化庁文化審議会国語文化会は、2010年5月に公表した、答申案において、使用される熟語の少なさや、歴史的に、障害は悪魔や怨霊が悟りへの到達を妨げるとする。 否定的な意味を有していただし、障害者制度改革推進会議における議論の結果、同会議より追加の要望が出された場合は、11月に予定されている内閣告示前に改めて協議するものとしていたが、2012年、平成24年7月24日に党本部は廃止された。 また、このひらがな、外表記の変更に合わせて、アメリカ合衆国のピープルファースト、people first 障害者である前に人間であるの考え方を取り入れて、できる限り、障害者ではなく、障害のある人、法と表記する方針に改めている地方公共団体も多い。しかし、障害者を、障害者、障害のある方と、どんなに改めても、そこに障害者が置かれた実情や、 ネガティブイメージが定着すると差別用語とかしてしまい根本的な解決には全く至っていない。2015年平成27年6月時点で障害の名称を使用している主な組織としては次の例がある。地方公共団体が文書の表記だけでなく障害者に関わる部署名称をクレームを回避するために障害に切り替えている場合が増えている。 障害福祉課、障害者自立相談支援センター、視聴覚障害者情報センター、障害者総合サポートセンター、障害者手帳ほか。政令指定都市は、千葉市市長の熊谷俊人が、障害表記に、障害者とは、社会の障害でも、体に障害を持つものでもなく、社会との関わりで障害に直面しているものの意味で、その障害を一つ一つ解消していくことが、 私たちが求められていて、障害の言葉が引っかかるからこそ、社会的に解消しなければならなく、表現をソフトにすることは、決して、バリアフリー社会の実現に資するものではないと、ひらがなとの混ぜ書き表記に断固反対している。中国大陸は、伝統的に、残出人の故障が使用されているが、儒教思想に基づく、差別的概念を前提とする故障と批判が生じて、 障害者権利条約の批准に伴う中華人民共和国残出人保障法をはじめとする国内法の整備に合わせ残出を残障りとする案も提示されていたがすでに姿勢で残失人が広く使用されているため保障の変更を周知するのに時間がかかるさらには残障も十分に理想的な用語とは言えないとの理由で現行のままとなっている中華民国は 反対字を用いて、障害者もしくは、障害人が用いられている。中国語は、大陸、台湾とも共通で、アクセシビリティあるいはバリアフリーのことを、無障害、害と表記する。イギリス英語でも、人を前に置く表現に似た用法があるが、例えば資格減損を対象にした、と減損に研究が多い。イギリスの場合、この方が人を前に置く表現よりも一般に都合が良い。 社会モデルが議論される中で、障害はその人の個性であり、例えば車椅子で通勤経路にスロープを設けるなど、公共設備の改善を促す契機につながるためである。日本でよく言われる、ハンディキャップは、英語圏でもよく使われる表現であるが、本来の語源とは別に民間語源によって、物語をする人が手に、キャップ、帽子を乗せている状態を表すとされる。 障害を扱った作品の一覧及びを参照楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。